はい、こんばんは、サリールーム斉藤です。今日は、中一理科、葉、茎、根の0回目です。前回で、花の作りを習いました。で、その花の作りでは、え綺、ー、麗な花を見てもらいました。花弁や、廃種、脂肪、なんて言葉を習ったし、それから、種子や果実になるっていうことも学びました。 実はリンゴは果実ではなくて茎の一部を食べてたんだってことも学びましたさあそしてこんな小さな花大犬のふぐりって知ってますか道の横とかに咲いてますよねけなげにちっちゃくでも実はこれすごい名前なんですまた自分でちょっと調べておいてくださいそして同じ植物でもこんなに大きなクスノキも さあ今日は植物って花だけじゃなくて根とか葉とか茎なんかについてもちょっと興味を持って見ていってもらいたいなと思ってますさあこのオークスなんですけどこれ香川県のある島獅子島っていう島にあるオークスです樹齢1200年だそうです、えー、今中1の皆さん12歳ですよね みんなより100倍長生きしてます。あの歴史で習う平安時代、平安時代からずっとこれまでの歴史を見てきた木です。これ島にあるので私まだ行ったことがありません。ずっと行きたいと思ってまだ行けてません。だからちょっと写真の上手な友達にこの写真はお借りしました。はい、次これ室戸岬の阿公っていう木です。 これなんか生命力がみななぎってませんなんかパワースポットになってるみたいなんですけれどももうどこまでがで根でどこからが茎か幹かわからないぐらいすごいですよねでこんな植物だったりはいこれは我が観音寺市が誇る天然記念物の根上がり松ですもう根っこが完全に露出してますよねこれもすごい松ですね はいそして圧巻はこれ早朝の伊勢神宮の内宮です、まあ、神社ってどこも木が多くてすごいんですけどもうここだけはなんか別格でした、まあ、早朝だっていうこともありすごいなんか厳かな空気が流れていましたもう私もこう立ちすくんで見てしまったっていう感じです さあ、あと、葉を楽しむ、葉っぱを楽しむといえば、秋の紅葉もいいですよね。でこれも香川県が誇る庭園、栗林公園のライトアップの様子です。そして、胃腸。落ち葉になっても綺麗っていうのがすごいですよね。はい、このように、花だけでなく、 茎や根や葉でも楽しませてくれる植物ですがさあここからクイズをしていきたいと思いますはい見ての通りさつまいもですがはいこれは皆さんどこの部分を食べているでしょうか1番根2番葉3番茎4番花これは皆さん知ってますか はい、正解は、はい、根です。サツマイモは根を食べてる植物です。はい、で、同じように根を食べる植物として、ニンジンだったり、大根だったり、ごぼうだったりもあります。では、第2問です。はい、同じもなんですけど、ジャガイモはどこの部分を食べているでしょうか はい、選択肢下の中。はい、いいですかはい、正解は。はい、サツマイモは根ですけど、じゃがいもは地下の茎を食べてます。じゃがいもは茎を食べてるんです。はい、同じように茎を食べる植物として、はい、生姜だったり、アスパラガスだったり、はい、タケノコなんかも、 茎を食べています。はい、第3問です。はい、今度は玉ねぎです。はい、玉ねぎはどこの部分を食べているでしょうか。はい、選択肢下の4つです。はい、これはわかるかなわかりやすいかなはい、はい、これは葉、葉っぱを食べています。 で、葉っぱを食べる植物は、まあ、他も分かりやすいですよね。はい、キャベツだったりレタスだったりあとほうれん草チンゲン菜あとニラとかネギこれたくさんありますよね。さあじゃあ第4問最後です。はいこれ分かりますみょうがです。はいこれはどこの部分を食べているでしょうかはい選択肢下の4つです。 はい、もう残ってもこれしかないけど、ええー、って思いますはい、正解は花。まあ、花のつぼみを食べています。で、花のつぼみ食べてるもの、名概が他にもありますよ。はい、ブロッコリーとかカリフラワーなんかもそうです。はい、皆さん少しは植物に興味を持ってもらえましたか それでは、歯、茎、根の作りと働きについて学習していきましょう。で、この単元、今年移行措置、わかります来年から教科書が変わるので、そのための移行措置っていう対象になっていて、教科書には載っているけれども、習わないところ。逆に、教科書には載ってないけど、2年の教科書の載ってるけど、1年で習うところ。 ちょっとここ、いいろいろ変更があります、まあ授業学校の先生の言われる通りで、えー、ちょっとこの移行措置のところは注意をしておいてください。はいそれでは今日の講義はここまでです。